不適切にも程がある8話直後感想ということで、大島康雄というものが映画やドラマの考察などをやっているチャンネルでございます。えー、今回は不適切にも程があるの第8話の直後感想でございます。えー、すいませんね、ビワンの時とかをですね、白熱しながら、舞はですね、直後に何らかの形で感想をですね、このチャンネルで出していたんですけど、ちょっとね、忙しくて、他のチャンネルを中心に出すという形に今季はなっております。無限まやかしというですね、脚本家の高野美奈さんという方と一緒に二人で喋っているチャンネルでは、基本的に舞は3本 本ぐらいのね、えー、1本につき30分ぐらいのものを3本ぐらい不適切にもほどがあるに関して流していますのでそっちも、えー、ぜひ見てほしい聞いてほしいというのと、えー、あとはですね工藤勘苦労論というのをまとまった文章でね、えー、明日メディアさんというところに、えー、投稿投稿というかですね寄稿して頼まれて書いた、えー、文章とかが出ていますので、えー、そっちも見てほしいんですけれども読んで欲しいんですけれども、えー、8話のね、直後の感想熱量でパパッと喋っておきたいと思います、えー、今回はまあおねわかりやすい回だったのかなと思いまして僕個人 基本的には前回の第7話が、ちょっとね、ややこしいなというところもありました。えー、結構ね、あの、架空の物語、ローマの休日と、えー、現実を混ぜ合わせるっていうところもそうだし、岡田将生さんというですね、えー、人物が突然出てきて、突然退場するっていうのも、えー、結構そのために、純子にファンタジーを見せるためにっていうのもですね、えー、結構現実と乖離しているところがあって、えー、結構ね、複雑な回だったような気もするんですけれども、逆に今回は相当わかりやすかったなと思いまして、ドラマ前半のね、えー、テンションに戻ったのかなというところもありました。 え全体的にはまあ不倫報道に関してですね、関係ないのに叩く視聴者、見なければそれでいいのに見ないで叩く視聴者えっていうものに対してのですね、ドラマとかえテレビとかの作り手であるえ側がですね、まあちょっと文句を言うような感じを えー、キャラクターにさせるという、えー、感じがですね、非常に意図としては分かりやすい。えー、これまでの全7話の、あ、全8話のうちではね、相当一番、あの、直球で分かりやすい回だったのかなと、えー、いろんな意見があるよね、みたいな感じじゃなくて、こうだろうっていう意味で言うと、一番、なんか主張が強い回だったと言えるのではないかなと、えー、思います。だから分かりやすかったんだと思うんですけどね。えー、で、その主張に関しては、僕は今回はですね、あんまりこう、うん、議論になるとか、えー、物議を醸すみたいなところはないと思っていて、えー、不倫報道に関してですね、目くじらを立てて、 自分たちは関係ないのに、えー、個人的に、えー、もう本当に怨恨のようにですね、しつこく叩く視聴者っていうものに対しては、別に誰もですね、えー、それが正当な批判だと思ってる人っていうのは世の中に多分ほとんどいないと思うんですよね。えー、叩いてる側の人たちはあんまりそういう批判する目線とかを持たないですし、えー、あ、なんでやってるんだろうって冷静に言われたら確かにそうだなっていうふうになるような感じだと思うんですよね。えー、なので、今回は物議はかもさないんじゃないかなと思うんですけれども、えー、全体的にもうちょっと引いた目で見てみると、本当の え、今ね、話題になっている、え、老人は自決するべきだみたいなね、え、ことを言った人が CM からキャンセルされたとか、そういう話もありますけれども、え、そういうですね、正当な差別発言とかですね、ヘイト発言みたいなものに対してもですね、え、ちしちゃってるんじゃないかみたいな批判が湧いたら、これは僕は読も末だなと、ちょっと思います。だって今回はその話してないんだもんっていうことで、今回のメッセージに関しては、少なくとも賛否両論みたいな形で、え、議論を拡大することは、さすがに難しいんじゃないかなというような回でもあります。 だからさっぱりしてて分かりやすかったんじゃないかなというのも、まあ僕は結構思いましたね。うん。まあもちろんそうでしょっていう感じで、えー、まあ一回でダメなんですかみたいなことがですね、いや、二発やってますみたいなこととか、さすがにね、そういう下ネタを我慢できないっていうところも駆動感っぽいなと思いましたし、あの、おしっこをね、撒、まあ、き散らしながらみたいな話をして、あ、そ、トイレで、トイレでよみたいなところもですね、ほんとくだらない、ドラマ全体の中においては、まあ特に必要のない枝葉のボケみたいなものもですね、ちゃんと詰まっていてですね、まあある意味結構 無駄,なまあ無駄なところも多いえというのがですねゆったりできる回だったのかなと思いますけれども何といってもねやっぱキョンキョンがね出てきたらいいなとはみんな思っていましたけれども本当にがっつり出てきたと。 ねえ、今回の8話の、まあ、序盤ではね、顔が出てこなかったので、あ、なんか匂わせみたいな感じで、こう、登場人物としては出てくるけれども、えー、特にですね、顔までは出てこないという風に見せていたのかなと、えー、思いきや、最後に本当にズドンと、えー、出てくるっていうね、えー。これ、まあ最近のテレビドラマでは結構流行りの、えー、むしろ主流となっている流れですよね。途中で大物が出てくるっていう、まあ一番好きな花で言うと、田中玲奈さんが途中で出てくるみたいな、えー、こともありましたけれども、それをですね、主流の流れに、まあ、クドカンが、えー、今までのオールスターズを使っての 買っていていいいいよいよキョンキョンというね、えーまあ、私の世代で言うと、まあ、アマちゃんのお母さんですよね。で、まあ、監獄のお姫様では、えー、まあ、おばさんのグループのですね、本当にドンというか、まあ、ダメリーダーみたいな役をやっていましたけれども、えー、まあ、出てくるとは思ってなかったですね。で、あの、ポスターが出てくるっていうことは、本人は出てこれないっていうことなのかなって、みんな、 邪推いしていたと思うんですけれども、え、ここまで西木戸亮さんがね、えー、ごめんね、青春でおなじみの西木戸亮さんが出てきたりとか、えー、ゆずりですが何かの、えー、岡田正樹さんが、まあ、これ岡田さん側が志願したということですけどね、えー、とか、えー、池田成さんね、まあ、いろんな、えー、作品に出ていますけれども、もう、クドカンオールスターズみたいな人たちがどん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 出てくると。で、ま、もともとは僕、安倍ベサさんと古田新太さんと、まあ、プラスちょっと何人かいますけど、まあ、あと大人計画のね、新人の方が出ていたりとか、まあ、そういうのは、えー、ちょこちょこあるんですけれども、序盤では、あ,あんまりクドカン組の人出さないっていうこと ななのかなと結構一新して新しい風を入れていくって感じなのかなと。まあ、中リーサさんもね、ゼブラーマンとか、えー、あと、あの、ネットフリックスでやっていた離婚しようよとかもやってるけど、まあ、駆動缶印っていうイメージはそんなにない人なので、えー、磯村隼人さんとかね、そういう駆動缶イメージがない人っていうのと、こう、組んでいくっていうのを見せていくのかなと思いきや、あ、なんとかくし玉として次々にこう、駆動缶組の人たちが出てくるのかっていうのが非常に楽しいですよね。えー、もうこれ駆動缶引退しちゃうんじゃないかみたいな、えー、ぐらいのね、こう、トリビュートアルバムみたいなメンバーになっていますけれども、 まあ、ここで期待してしまうのは、やっぱり僕が、え、駆動観論を語るときに外せない、え、長瀬智也さんですよね。え、最終回で一瞬。 長瀬智也さんの匂わせでも何でもいいからですね、えー、後ろ姿とかだけでもいいからですね、えー、出てきたら最高だなとかね、思ってしまいますけれども、まあ期待しすぎるのは良くないのでやめておきましょう。えー、で、今回はですね、まあ非常にもう本当に面白い小ネタっていうのはすごいいっぱいありましたよね。えー、例えばまあゆっくり実況みたいな形であることないことですね、ニュースにまとめられて YouTube で拡散されて動画が残っていくっていう文化ね、えー、あの自動音声みたいなのの読み上げ真似したくなりますよね。えー、まさすがにた確かに一郎だったら真似するだろうなと、えー、思いますし、 え、あと職業イケメンっていうですね、え、ホストの広告の看板にね、え、こう志願していっちゃうみたいなこととかも非常にこう現代的だなと思います。そういう小ネタ、え、全く外さないのすごいなと、え、思いますし、これわざとだな、あざといなと思ったのはですね、え、オリンピックやんのって、一郎がテンション上がっているところで、僕一瞬ですね、一瞬間違えて、いや、 お前が招致したんだろうって思ってしまったんですけど、あ、これは違いますね。あの、イダ店で安倍サダオさんが招致したのは昔の方の <laughs>、60年代の方の、えー、オリンピックですよね、えー。2020年、21年の方の東京オリンピックの方は確かに知らないはずだと思うんですけど、そこら辺ね、わざとね、こんがらがらせるようにいじっていたんじゃないかなと思いますね。伊田店の脚本を書いたのも工藤勘九郎さんですからね。ア、え、マ、ー、ちゃんの方には呼び寄せずに、えー、朝ドラの方には呼び寄せずに、 大河の打席の方に、えー、安倍サダさんを呼ぶという工藤官さんの粋な計らいが、えー、あったわけですけれどもそことか結構わざとっぽいなと、えー、そういう小ネタも本当に外さないなと思いましたねで、えー、不適切テロップね個人の見解ですみたいなテロップが、えー、どんどん増えていますけれどももうほんと最終回はもうテロップだらけみたいな風、えー、になってもいいんじゃないかなと思います で、第8話でこれ外してきてすごいなぁと思ったのが、えー、駆動ンの、ま、作り方として非常に他のボン脈の脚本家と全く違う部分っていうのは、えー、自分で作ったフォーマットを自分で意味があって破壊するっていうところだと思っていて、えー、ミュージカルを歌い始めちゃったらそこにみんな乗っかるっていうですね、えー、ミュージカルいじりでもあり、ありつつ、ミュージカルの本当の使い方でもあるっていうですね、えー、ミュージカル、あの、駆動ンさんもともと、まあ、ミュージカルとしてやってるわけじゃないですけれども、大人計画でやっているシリーズっていうのはもともと歌も結構入ってますし、えー、例えば映画とかで言っても、 中のささん北さんとか、えー、そういう映画作品でもミュージカルちゃんとやってるんですよね。えー、なので、ミュージカルの書き方も本当に分かっている人が、えー、社会問題とか、えー、現代のモヤモヤする話っていうのをミュージカルで扱うっていうのをここまで、えー、やってきているんですけれども、今回なんとですね、一郎が歌おうとしたけど、テレビ局の人はみんなそこに触れたくないからついてこないっていうですね、外しを8割やってくるっていうところもね、自分で作ったフォーマットを意味があって自分で破壊するっていう、これもくどかんらしいなぁと思ったりとかですね、そういう、えー、最終回に向けてやってくよっていうですね、 でっていう感じの予兆も結構感じさせるところでした。で、やっぱりこう、イチローっていうキャラクターがすごいなと思うのはですね、カウンセラーにあんな雑な流れで就任して、その後、どんなですね、感じでクビになっても仕方ないぐらいのですね、暴論を言いまくっているにもかかわらず、何も見ないでパワハラの定義を暗記してる。あの空間でパワハラの定義を暗記してるの多分イチローだけですよね。みんなびっくりしてましたから、そのぐらいのですね、やっぱりこう、机で勉強する能力もあるんだな。さすが学校の先生の資格を持っている。 だけああるなとと思うところもありましたそして、目の前の事件をですね、えー、見ながら、そこにですね、自分が勉強した文章で頭の中に入っているルールを適用するっていうですね、えー、本当に仕事がそのままできているっていうところで、あ、めちゃくちゃ行動力があって、本当にこれ、両津勘吉みたいな人だなと。えー、この馬力に説得力を与えられるのは、やっぱ安倍佐藤さんというですね、えー、肉体もしっかりしていてですね、弁が立つ、口がイダテだとイダテで言われていましたけれども、えー、本当にそういうですね、えー、肉体がしっかり整っていて、ま、コーナン分けて演じられる、えー、安倍佐藤しかできない。 なないいと思いましたねで、今回最後、真面目だっていうところも、回収されていて、えー、エイプリルフールで浮気を匂わ,わせるようなね、仕掛けを、えー、妻のですね、岩倉さんが演じている亡くなった妻に、えー、やっているところで、まあ、妻がキャーってなっちゃうんだけども、えー、そこで3年目の浮気ね、してない浮気をエイプリルフールで歌うっていうところも、あ、やっぱ徹底的に真面目な人物なんだな、これはっていうね。えー、不真面目な人物なんじゃなくて、横暴だけれども、真面目な人物なんだなっていうところは、えー、これはものすごく一貫していて、非常に面白いなというふうに思いました。うーん。 はい。で、キョンキョン大好きだよね、という話も、えー、ありつつですね、ヤシマさんの使い方も今回もですね、えー、面白かったですね。えー、ヤシマさんの、あの、株が上がりまくった、まくった回っていうのは、代打でヤシマさんが出てきた回っていうのは、えー、ヤシマさんが舞台の公演中で、最後に、えー、告知してる舞台っていうのが、本当に公演されてきたから、えー、これある意味番宣ゲストとして出ていたんですけれども、もうその公演終わってるんですよね <laughs>。えー、なので、今回舐められたような扱いをしていたっていうのは、えー、本当にこれヤシマさんのただの優しさ、サービス精神だっていうことで、えー、普通に本当にこれ何回も言いますけれども、 クド観客本作品、初参加なんですよね、ヤシマノリトさんは。えー、にも関わらずこんだけいじらせてくれるというですね、えー、懐の深さ感じますよね。えー、もう、あの、エコノミーになっちゃってるっていうね <laughs>、基準じゃないじゃんっていう、えー、ところとかも非常に面白かったです。で、岩倉さんも初セリフですよね、一応ね。えー、っていうところで、ここまで、えー、ぼんやり出てくるのかなとか、えー、もうあんまり出てこないのかなと思わせていた人がしっかり出てくるっていうところも、えー、非常にテレビドラマをね、連続で見ていくことの楽しみだなと思いますね。うん。えー、で、ドッペルゲンガーというですね、ネタを使ってきてごまかす ですけれどもまあ結局、えー、タイムリープのタイムスリップの設定はですね、えー、今までと変わらずというところでそれが最終回にどんな感じで回収されていくのかというところを、えー、楽しみにする9話10話だと思うんですけれども、えー、彦丸さんが出てきてね磯村勇人さんが彦丸さんになるっていうね、えー、でこれまで錦戸亮さんが、えー、古田新さんになるという世界ですから、えー、本当に何があってもおかしくないという世界だと思いますね <laughs> はい。であ細かいところで良かったのはねあの人差し指でレスバする昭和ジジイというですね、えー、安倍佐藤さんが演じる一郎ですけれども人差し指で で、本当にもう何年も前も、あの10年前ぐらいの僕らが、えー、初めてスマホでちゃんとね、あ、もっと前か、十数年前のね、インターネットを使い始めた頃に、えー、行われていた初期のレスバみたいな、えー、じゃああなたは、えー、これ目の前で言えるんですかみたいな、本当に初期の、もう今本当にネットリテラシーがない人しかやんないレベルの超低レベルなレスバをですね、えー、人差し指で。 一郎がやるって、これもリアルなんだけど、これもさ、一郎が別にさ、タイムスリップしてきてなくてもさ、最近のネットリテラシーがないおじさんだったら普通にやってることですからね、っていうところがね、これ、すげえ皮肉が効いてるなと、え、思いますよね。うん。え、まあそんな感じで、あの、現代の様子もいじりつつ、過去の様子もいじるというところで、まあ話し合いましょうっていうのがこのドラマの中心テーマだと、え、僕は思っているんですけれども、え、今回はですね、まあキョンキョンにめちゃくちゃ失礼っていうところも、え、面白かったですけども、あれも信頼関係があってのことですからね。 えー、あそこにいるキョンキョンをですね、えー、水曜日のダウンタウンみたいに、いきなり、えー、芸人を騙すみたいに連れてきて、えー、あそこで暴言を浴びせかけて、それをキョンキョンのチェックなく流しているっていうことだったら炎上してもいいと思うんですけれども、えー、キョンキョンは多分、多分ですよ。ほぼ99.999%、えー、台本はチェックして、映像もチェックして、オンエアに了解してますからねっていうことなので、えー、キョンキョンに失礼だみたいなことをね、言う批判がもし湧いていたらめちゃくちゃ的外れだなと思ったりする次第でございます。というわけで、えー、かなりですね、小ネタも面白くなりつ、 レーートななメッセジをですすね今回回僕は初めててぐらいい作り手が乗っけきたかと思ま例えば、娘にできないことは他のお嬢さんにもするなよみたいなメッセージが、これ、セクハラのガイドラインとして世の中に出回っちゃってるみたいな現象もあるんですけど、あれドラマ内で別にセクハラのガイドラインとして出ていたわけじゃないというふうに僕は判断していますけどね。だけど今回の匿名のですね、過剰に騒ぐ、しかも不倫というですね、ヘイトとかそういうこととは関係ないですね、公益性っていうものの線引きが曖昧になった状態で人 をめちゃくちゃ叩くっていう、えー、ことに関してはこれは作り手のメッセージが初めて、えー、ズドンと出た回なのかなと思いますねであ、あと山本浩二さん面白かったですね山本浩二さんはもう本当にあの人が変わっちゃう演技めっちゃ上手いなぁと、えー、毎度のことながら思いますけれども、えー、今回もですねまあ、コンプラ委員みたいなのにね、えー、なって結構、えー、厳しい立場になってるのかなぁと思ったら、えー、自分が 不倫して浮気してですね、妻には頭が上がらなくて、一、えー、年に一回他の夫婦と集まって円満かどうかを確認するというですね、えー、監視体制が敷かれているという立場だということがわかりましたけれども、こういう役めっちゃ多いですよね。こういうさ、あの、政治大好き、めっちゃ賢い、思想ある、癖者、二枚舌、みたいな、えー、でも、家で弱い、みたいなね、恋愛下手、みたいなね、えー、そういうキャラクターすげー多いなぁと思いますね。大河では基本そうだし、えー、まあ、なんか、そういう、 そういう星の下に生まれてんのかなっていうかもう、なんていうのかな、性格俳優ですよね。完全に性格俳優として確立されてきたなと思いますけど、そういう、えー、人の使い方が面白いなと思いますね。駆動感。あ、だから、三谷幸喜作品の常連、八島の人さんとか山本幸二さんとかを駆動感が引き継いでるっていうところは結構ありますよね。そういうところが、えー、かなり面白いですね。うん。 あれ山本浩二さんってカン作品そんなイメージないですけど、なんかしれっと、それみんなあんま気づいてない気がしますね。そういうのも。え、だから今までカン作品にがっつり乗っかってきた人も、え、他のコメディで育ってきた人もですね、しっかりこう回収するですね、え、日本のコメディの大断言みたいなことをこんだけ危ういテーマでやってるっていうところが、え、非常に面白いですけれども、え、モラルに関してね、僕は全て完璧な表現がなされているとは思わないですけれども、え、最終回に行くまでそれが適切かどうかっていうのは全くわからないので、え、残り2話をですね、ますます、え、背筋を伸ばして襟をた 出してみたいと思っています皆さんのコメントもぜひともよろしくお願いします引き続き、えー、残りには楽しんでいきましょう以上大島磯沖でしたありがとうございました